日聞いてみたはい、ということで、はい、インスタのストーリーの方でですね、視聴者の方々に黒歴史何かありますかと、はい、いう形で質問しました。はい、数々の多くの、はい、うんこ漏らしてたら何やろ、黒歴史がうわー来たんで、はい、今日ちょっと匿名で発表してなんかさばいていこうと。なるほど、なるほどね。第2のポインティーを目指してね。なるほど、あ、あんま目指したい部分ではないですけど、ね、あ、そうですか。はい、なんでサングラスしてる？え、ちょっとあの、火薬服とかいっぱい持ってるの忘れて、サングラスだけにしようかな。ごめん、ヒロクライムに憧れたんだ。どこがやねん。ありがとう。拍手拍手拍手ということで、早速やっていきましょう。はい、せーの、笑う加藤には福来たね。なんかじゃあジャブ程度から。そうやな、ね、いきなり。そうね、ちょっとじゃあ行っていいですか。はい、彼女と、うん、一番最初に手繋いだ時に、はい、ちょっとでしたってちょっとでしたちょっと出たんかな。じゃないやろな、だからじゃないやろな、ちょっと出てるわけやから、ちょっと出てるとせやもんな。はいはいはい、これおもろいなと思って可愛いしな。いいな、うん、カッコやな、そいつ。じゃあ僕もジャブ言っていいですか。はいはい、うんこ漏らした系何個かあったんですけど、ちょっと、はい、その中でまあ好きやったやつ、うん、でセンターでうんこ漏らしたっていうやつ。野球の野球のセンターで野球の真ん中で守ってる時にうんこ漏らしたはいはいはい、だいぶ遠いよな。だいぶ遠い、うん、あんまり誰にも見られへんからだいぶ、うん、バレはせん。でも白ユニやろ、だいたい。でもあのセンターを守備務めてる人って、うん、足速い人が多い。そうね、だから大丈夫。大丈夫だよ、大丈夫。バレへんねバレへん、バレへん。出てた足で私が走った時にもう一人だけもうぶわー走ってるから臭いやん。じゃあ僕ちょっと言っていいですか。はいはい、彼女いるのにバイト先の人のおっぱい揉んだ。なるほどね。悪い悪い。うわすごいな、ようそんなんできるわ。すごいな、うん、なあ、うん、え、どうする？え、彼女が揉まれてたらいやいや素直や、絶対嫌で、絶対嫌。はい、言っとけ。彼女のおっぱい揉まないでください。はい、彼女のおっぱい揉むなよ。シャナの彼女は絶対あかんぞ。駅のホームで女子高生たちがじゃんけんしてて、はいはい、負けた子が話しかけに来たらしいです。最悪やん。へぇ、それを見てたんや。そう、最悪やん。負けしてんなと思って負けた子がふわーってきて話しかけて逆もしっかりやけど、うん、女の子でもあんねんな。あんねんな。だいぶその気の強めの女子高生じゃん。絶対そうやな。じゃんけん勝った人が行くようにしてくださいね。ほんまやね。そうですね、せめてな。よっしゃーとか言いながら。あ、いいや。で、男子って全部の女子高生目に入ってるから。うん、ほんまに全員ちょっと俺のこと好きなのかって思ってるもん。思ってるから希望持たせてあげてください。じゃあ、まあ、ほんまのジャブ言っていいですか。はい、いやいや、これはこれは、うん、おばあちゃんで怒った。あー、すごないジャブか、それ。え、ジャブじゃない、つらい、きついな。きついか、すげえな。どんなに綺麗でも俺無理やもん。無理な、まあなあ。自分、え、ニュー、え、ちょっと、え、ちゃん、え、え、おいおい、やめろ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 。そこはクリスではないけど、俺の友達にっていう体で話したって。俺の友達にな、そのお金。女性の方です。うん、彼氏とバス乗ってて、膝枕してもらっている風にして、うん、ブレザーの下でフェラーリしてました。あら、これ素晴らしい。やばいな、やばー、すげーな。スリル、しかもブレザーっていうことは高校か中学やね。行き道帰り道やろな、しかも学校の、うんうんうん、バスやし、うん、いや遅いな。見ていいですか。はい、どうぞ。女友達と遊んでたら、うん、検索履歴見られて、うん、でそこにセックスした感覚になる方法って。いやー、きつい。死んだ、きつい。恥ずかしい。何のコメントもできんの。それ見られた現場で。いやー、固まるな。いや違うねんは言われるもんな。無理やな、無理やな。あ、バレたの方がまだいいかもしれない、言い訳できる。無理やな、無理やな、絶対無理。逃れられへんもん。ちょりちょり。じゃあこっから、はい、攻めていきますか。はいはい、攻めたやつ結構いっぱいありますよね。あ、こんな話身近にあんねやってやつちょっとあれでいいですか。まあ多分バイトしてる女性の方が29歳上の店長と
体の関係を持ったっていう。あら、こんな身近であんねんな。すげえな。うらやましい。うらやましい。じゃあ結構見てた。うらやましいの多いね。絶対なんか後で DM 行くやん。僕もじゃあ AV っぽいの言っていいですか。うん、うん、彼女のお母さんとやった。うわーすげえ。すげえ。やばない、すげえ。意味が分かる、うん、おかんがすげえ、すごいな、おかんがすごい、うん、それはこれ普通に気になる、うん、一世風靡した有名 YouTuber と本気で付き合ってた。いえー、これちょっとバリ気になる。気になるな。一世風靡した、一世風靡したっていう、 いうことは今でいうコムドットみたいな、でちょっと前なんやな、うん、うわ、ちょっとあの DM してくださいお願いします。すみません、誰にも言いません。僕知りたいな。僕誰にも言いません。そういう情報好きです、お願いします。うわ、かわいそうやなってなったのは、うん、なんか自分の彼氏が浮気してると思って、うん、めっちゃ問い詰めたらしい、うん、じゃあ浮気相手って。うわいや、うわすげえ、血がやられてた。うわショックでか。これかわいそうやんな、うん、いい。でもその彼氏がすごない、すごいな、うん、すごい、うん、ちゃんと二股というか、だから6、4ぐらいやったら、はいはいはい、割合で言ったら、うわ、なるほど、これゾッとするやつやな、怖いよな、お前人狼なんてやつやな。人狼やわ。もう一個怖いのあんねん。おお、一時、うん、体が痒すぎて、うん、めっちゃ痒いてたらしいね、うん、なんじゃあ中指と人差し指の爪剥がれたし。どんなか、なんかおもろい、なんかおもろい。中指と人差し指ここや。うわ。ベリーってきたよな。ベリーって。うわ。ここっちどうなってんねん。逆に。お前ら。お前のここどうなってんねん。俺やで。爪弱すぎるって。それは。某 YouTuber の LINE や住所を教えてもらってやらせてと言われた。ちょっとこういう情報マジでください。ほんまにお願いします。誰にも言いません、はい、合宿で泥酔しながら同性の先輩と、うん、女とは何かについて語ってたら、うん、で燃やされて真ん中だけハゲたっていう。女性同士で、そう、女性同士で女と何なんだっていうのをもう合宿中やから熱なるやん、うん、うわっくたっとって、うん、で気づいたらの真ん中なくなって。意味が分かる、意味が分かる。めっちゃおもろいやん。あの小学校の時に、うん、女子のリコーダー、はい、あのこうあるやんか、うん、逆に向けた、ここは穴開いてるやん、穴開いてる、そっからおしっこしましたって。何がええねんそれ。女子のリコーダー取って、うん、その穴に写真つけておしっこ。黒歴史やわ、最低やな、最低やマジで。女子気をつけてほしいね。うわ、でもあのあれもあるな、寝カフェで彼氏におしっこ飲まされたとか。いや寝カフェで、yeah. うわ、なんか気持ち悪い、さっきのおしっこ飲んだからな。さっきおしっこ飲んだんですよ、僕ら。うわ、これすげえ。妻と子供持ちの彼氏がいるけど、わかる、うん、彼氏なんや、もう、もうその人の彼氏がいるけど、うん、私のことを彼女やと思っている人が別に3人おるらしい。うわ、すっげえ、図書きたいな、図書きたい、うん、四股、彼氏も妻、子持ちおるから、もうここであれや、あそうやな、あるな、うん、うん、で、そのここの彼女がこの人やね、うん、で、その人を彼女と思っている人が3人おる、すげえ、しかも現在進行形、すごい、すごい、バレてないのがすごいやな。女の人賢いんかな。じゃあもうちょっと上から見たらさ、うん、その旦那さんと女の子やけど、この辺にもいそうやん。いそう。うわ、いそう。あ、いそう、いそう。で、彼女とこの3人と、ここからもいそう。いそう、いそう。すごそうやんな。すごそう。すげえ。ちょっとやばい系。財布なくしたインスタグラマーに銀行の口座を教えてもらってお金振り込んだけど、その財布なくしたのは嘘やった。なんでわかったのかわからんけど、インスタグラマーそういうやつも。なるほどな。って騙される方も騙される方やけどな。しゃあないな。次やったらな。かわいいインコも。知らんやん。この子の人生の最大の汚点言っていい、うん、高校の時に、まあ、自転車で夜帰ってて、うん、
その子の周りの友達はみんな彼氏おったらしい、うん、で自分はおらんくて、うん、であとテスト期間もかぶってて、うん、もう焦ってたらしいね、うん、その彼氏おらんしテスト期間もやばいし、うん、みたいな、うん、でたまたま夜帰ってきた時に、うん、あの男の子が喋りかけてきたらしいね、うん、全然知らんやつ、うん、で、同い年やって、うん、でなんか喋り続けてたら、うん、ディープキスしてたらしい、うんずっと喋ってたうんバーッ喋ってたバーッて書いて気づいたらもうほんまディープキスしてた道端でディープキスしましたすごい男喋んのうまいなしゃべうまい詐欺師やんもう高2の時に4股してて修学旅行でその4人にバレてドチャクソ切れられて慰めに来た5人目と付き合ったかっこよすぎ5人目すげえよ、うん、相当かっこいいかめちゃめちゃやろな人気がその5人目が4人に言ったんかもなあーうえー面白えじゃあこれからもインスタフォロワーをいっぱい増やしていきまして、はい、そうだね第2回第3回とやっていたら、うんそうね、嬉しいですねそうですね、はい、ではこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録の方高評価コメントよろしくお願いします、はい、お願いしますそれではまた明日の動画でお会いしましょうバイバーイピース海外外国人かな絶対な留学経験ありかなあれどうやろジャスティン・ビーバーとか好きなタイプやな絶対そうや絶対そうやででもエアポッズ持ってへんその時貧乏は貧乏うんうわええなうわよかったな今のスタバ顔やめっちゃなめっちゃスタバ顔あの場所ええなあの場所ええなあの場所もったらええわいかな見られそううわその肌着の感じもすごいわええなめっちゃいいよし